この3頭が並んで前との差を詰めてくる、詰めてくる。里のプリンシパルはリードがなくなりました。前は今度は4頭一段、ここから離れて7番ローマンレジェンド、さらに遅れて1番東北美人です。4コーナーから直線です。ワンダーキュートが内、北高たる前が外、日本ピラーワーズが真ん中、この3頭の追い比べ、その外へ出した里のプリンシパル、もう一度盛り返しますが4番手、前はどうか、ワンダーキュートと北高たる前、この2頭が出た、日本ピラーワーズは岩井を遅れた3番手です。外から出たのは5番の北高たる前です。5番の北高たる前、 G14 勝目ゴールイン。勝ったのは5番の北高たる前。東京大賞典を見事北高たる前号で制しました西浦勝一調教師です。おめでとうございます。ありがとうございます。これで G14 勝目、この大舞台での勝利となりましたね。そうですね、本当に前回負けてるからね、なんとかしても今日は負けれないレースと思って挑みましたので、こうして勝つことができてホッとしています。この中央のメンバーとは今までに何度も対戦してきました。今年最後のこの G1 レースでの勝利っていうのはどんなものですか？そうですね、今年を締めくくるレースでもありますのでね、そこで最後の最後でこうして優勝することができて、本当に亡くなったオーナーに対して、これでいい報告ができるんじゃないかと思ってます。そしてジャパンカップダートを使ってということになりますが、ここまでの調整はいかがですか？もう最初からこの東京大賞典も視野入ってましたので、ジャパンカップダートを使った後でもうまく調整ができていい結果を出せられたので良かったと思って。そして改めてこのレースを振り返っていかがですか？本当に今日はもうスタートしてから安心してずっと見ておりましたので、ただ4コーナーのところでちょっとバランスを崩して、ちょっとヒヤッとする場面がありましたけど、上がりも馬も大丈夫だったので、一応ホッとしてます。直線はワンダーキュートとの叩き合いとなりましたけれども、あのシーン見ていていかがでした？やっぱりいろいろこの馬に対してそのいろんなことを想定して教えてきている途中でしたので、本当それが効果を、出してくれたので本当良かったと思っています。そして北高たる前は帝王賞を勝って今日の東京大賞典を勝ってということで、 TCK とは相性がいいんじゃないでしょうか？そうですね本当はね、どこの競馬場行ってもね、やっぱり持ってる能力をね、出せきれたらいいと思ってますのでね、これを機会に新たなスタートを切って、どんどん強くなっていってほしいと思ってます。4歳なんですけれども、来年の目標っていうのはいかがですか？来年をまた1月から川崎からフェブラリー、そしてドバイという風なスケジュールも組んでしてますので、なんとかそれをうまくこなして、ドバイには3月を持ってきたいと思ってます。では最後にファンに向けて一言お願いいたします。いや本当に今日こうして、たる前自身の強い競馬をまた応援してくださって本当ありがとうございました。またこれからもまた来年に向けて、いい競馬できますように、またたくさんのファンから応援をいただけるように頑張っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。東京大賞典を北高たる前号で制しました三幸秀明騎手です。見事に北高たる前へ突こうとしました。今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、本当に嬉しいです。前走から巻き返しの競馬となりましたけれども、今日のレース改めて振り返っていかがですか？はい、今日は本当に強い競馬ができたと思いますし、今日強かっただけにちょっと前走のレースが悔やまれる気持ちですね。直線は2頭の叩き合いとなりましたけれども、あのシーンはいかがでした？手応えの方はありましたし、押し切れるんじゃないかなと思ってました。今年1年は本当に北高たる前号充実ぶりが目につきますけれども、1年振り返っていかがですか？そうですね、僕の中では馬はすごく強いですし頑張ってくれたんですけど、やっぱり前走の GC だと落としたことに悔いが残りすぎて、本当に馬に申し訳なかったなと思ってます。でもまだこの馬は本当に期待ができますよね。そうですね、まだどんどん良くなってますし、まだ4歳なんで、これから来年もどんどん力をつけてくれると思います。それでは最後にファンに向けて一言お願いいたします。そうですね、来年も
ダート界を北高樽前と盛り上げていきたいので、また応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございました。